どうも皆さんこんばんは、ごはんです。モンハンクロス実況その26、村クエソロプレイ、一人で狩れるかな。今日も始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ本日のクエストはこちら、白き霊獣。メインターゲットがキリンの討伐、サブターゲットがギルドフラッグを山頂に設置です。それでは出発。さあ始まりました。本日のお相手はキリン。キリンもなかなか付き合いの長いモンスターですね。サブがギルドフラッグの設置なんですが、今回はやりませんけど一応持ってこうと思います。え、嘘でしょ。いやいかん、これはちょっと設置しに行きます。嘘でしょ。キリン、さあちょっとね、今ね低温やけどしてる状態だから、ちょっとねキリンは後回しで先にギルドフラッグ設置していきたいと思います。はい、設置してきました。さあ改めてねキリンと戦っていきましょう。さあ一応ね今回迷ったんですけど、ギルドスタイルで来るか、スタンプが使えないんでリアルスタイルは振り向きが狙えないんですよ。でも一応今回新しくまあエリアルスタイルが実装されたということで、まあ経験としてちょっとエリアルで来てみました。よいしょ。やっぱね体がちっちゃいのでね、まあ、ちょっと乗り攻撃が非常に当てにくいっていうのはありますね。そもそも乗れるのか、当たんないし。まあキリンといえば睡眠爆破ですよね。前作とかだとよく片手剣で、ボマーのついた装備できて眠らして爆破するっていうね、そんな感じでキリンを大量に飼っていましたが、よいしょ、まあ、今回はそのお危ない、たんか、よし。まあキリン頭はね結構柔らかいんですけど、体がガチガチなのでなるべくこの顔面の特にこの角部分に攻撃は当てていきたいですよね。なのでハンマーで結構ソロで狩る際には、おお、カタカタ、振り返りにスタンプを当てるっていうスタイルがキリンの狩猟スタイルのメインなのかなとは思うんですけど、ちょっと今回は乗れるように頑張っていきたいと思います。ケイ乗れた、ヒーハー。ちょカーボーイ的な感じじゃないこれ。サイズ的にもちょうどいいねこれ、馬と同じぐらいのサイズなんだろうね。ケイ、さあでは角を折っていけるかな。よいしょ、あー3回目が当たらないんだね、振り上げが。あ折れた。はい、一応角がねキリンの弱点なんですけど、キリンは特に角を折ったところで攻撃力とかその能力に変化は出ないらしいですね。何ができなくなるとかはないらしい、まあ、とりあえず弱点ということで、まあまあでもね本当にキリンはちょこまかするので戦いにくいなーっていうのはあるね。セカンド G かな、セカンド G とかだとよくこの雪山のマップだと8番にホラー穴があるんですけど、そこで鏡ながらハメをしたりとかね。ありましたね、ライトボウガンでハメるっていう。そのハメはどうだろう、もう今は改善されたのか。昔はねちょうどキリンの攻撃が届かなかったんですよね。
さあ、お、チャンス。よいしょ。よいしょ。どう戦っていくだろう。でもね、乗るのが本当に難しいからね、あと1回ぐらい乗りたいなとは思うんですけど、その乗り攻撃を外すぐらいなら、ガンガン殴っちゃった方がいいのかなーっていうのも、ありますね。よいしょ。ここだね、振り返り狙うなら、どっちが早いんだろう。一回ギルドスタイルでも、おお、体感効果切れてしまった。一回ね、ギルドスタイルでも同じ武器装備できて、振り向きハンマー狙うのか、エリアルで乗った方が早いのかっていうのを検証してみたいな。よいしょ、ケイ。ヘイ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 。いい、いい、よいしょ、ゲイン。スピニングメデオトゥードン。はい、よいしょ、ゲイン。いいね。ちょっとね、振り上げが透かしになるっぽいので、そうだね、 R 攻撃を挟むのがいいっぽいですね、キリンは。よいしょ。さあ、ちょっと怒りモード。振り向きね、狙っていきたいな。おお、ためにで振り向き狙えるかな。私はそんな技術力がないから。とは、ちなみにこの今回のお相手のキリンなんですが、あの野生のキリンが人間の子供を育てたっていう事例があるらしいですね。なんかどうやらそのキリンに育てられた子供はキリン素材の片手剣を持っていたとかどうとかっていうなんか言い伝えがあるらしいですよ、うん、優しいのかもよ、この子は。まあでも一応気性が荒いとは言われてるらしいんだけどね。おっと、ちなみにこのキリンの発する電力はあのフルフルを軽く凌駕するらしいですよ。まあね、通常のモンスターっていうより古竜の一種、うん、と言っていいモンスターらしいからね、キリンは。だって捕獲できないもんね、罠にもかまんないし。嘘だったらごめんね。私の記憶の中ではキリンは罠にはまらないっていう記憶があるんだけど、そうよね。うっす、あ、取れたか。必殺技がたまったんだけど、なかなかね。よいしょ、あ、おとなしくしてくれんでね。まあでもキリンといったらもう今でもやっぱ根強いよね、あの女性ハンター用のキリン装備の人気。ナルガ装備かキリン装備かと。私も一番最初にモンハンやった時はキリン装備作るのが憧れで、まず最初にね、上位に上がったら
キリン頑張って勝ってキリン装備作ったもん。やっぱ女性ハンターの憧れ。よいしょ。OK。スピニング命令。3発目を外したよ。キリンさんが好きです。でもガムートはもっと好きですこれはね、あのギルド引っ越しセンターの CM ですよ。見ましたか皆さんさっきからちょっと振り向きに2を合わせる練習してみてるんだけど難しい。でもやっぱ時間かかるね。なかなか、あ、全然ノーコンだったわ。よいしょ、ああ。嫌になっちゃうな。よいしょ、もう攻撃当てさしてよ。もうじれったいよね本当にキリン私は当てられてないだけなんだけど本当じれったい。おお、もう無理に頭を狙ったりノリを狙ったりするのやめても、私は、あ、やった私は足を殴りますって言おうと思ったんだけど、はい、キリン枯れました。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。また明日も動画上げていくと思うのでよかったら見てください。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。